ちょっと気合入れたらできたでしょ。うん、気合大事なんだろ。でそのご飯に入れる範囲入れちゃおうっと。さあ頑張ります。どうやって、いやいやいや、最近手がもうすごい。ママちょ、ママちょ、うん、食べたの？食べたの？ね、食べたの？じゃん、お傷さん治ってきたね。そうですね、うん、ここら辺多分かゆいと思うんだけど、前こんくらい綺麗になった時にかゆがり出して、うん、また悪化しちゃって、うんうん、なんか一回かゆみ止めのなんかあれも塗ってもらって、あ、はい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 、それからそんなにかゆがらなくなって、あ、はいはい、なんか私が家で食べ逃した、スプレー2回やるじゃないですか、透明のスピード、はいはいはい、なんか別に濃度も別に変えてるわけじゃないんですけど、うん、もうなんかシュッシュってやった瞬間にもうなんか匂いが多分嫌なのか、うん、あの粉振る舞いに暴れちゃってブルブルみたいな飛ばしちゃうから、うん、でまあ粉振っても速攻砂入ってくる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 、隠れれた？まあ金玉さんがいるんだよな、ボラちゃん。だから危ないね。うん。やめて。ちょっと。キッチンペーパーが噛みちぎって、あれあそこに飾るんですか？あれは一応、別の、うん、別のすごいパンパン。でもご飯食べてくれてるからまだいいんだけど、でもあのキッチンペーパー溜めすぎてねもう無理って言って、口からウェイって出してくる子も、あ、そうね、うん、たまにいますね。あ、お手手出さない、あ、嫌じゃない、うん、座って、最近本当に嫌って言うんです、座ってレジから出すときも逃げ回るし、あ、そうなんですか、もう逃げて逃げて、あ、ごめん、嫌なの、食べてる時もおとなしくなって食べてると思ったらいきなり出すのに逃げようとして、うん、食べてる途中でね、なんでそんな嫌なこと覚えちゃったの、ね、隙を見せれば逃げれると思ってそう考えてるかもしれない悪い子だな、あ、完全に生えてんじゃん、あ、そうです、生えてきました、うん、すごいすごい、あんなになかったら剥げてて本当にリード色で剥げちゃうのでね、ここが汚れちゃうと、それでカピカピになっちゃって、どうやって取ろうと思ったらね、着ごとピチってなっちゃうので、すごいじゃん、すごいじゃん、ねえ、すごいじゃん、生えてきたな、偉いね、気にしようかね、6グラム終わったよ。